ばんはですね、もうこの時間帯かなり真っ暗ですけれども、時間はねもう6時前ということで、これから店に戻ってまたちょっと一軒配達行くというところなんですけれども、まあ、夜の景色は、まあ、そんなに映ってないと思うんですけど、夜の明かりがところどころね見えながらっていうことになると思うんですけど、まあ、ちょっとねこう見にくい映像になると思いますけれども、とりあえずねちょっと時間があるときに撮っていこうかなということでボタンを押しています。で、そうですね、今メルマガでちょうどこの前回ぐらいからちょっと質問をいただきましてですね、太陽系ご意見をいただきまして、太陽系というかその二酸化炭素、温暖化ですね、地球温暖化の原因はですね二酸化炭素というよりは太陽系の、ね、異変にある太陽活動の活発化にあるっていうことを、書いたところ、ちょっとご意見をいただきましてね、その根拠は、どういうことなんですかっていうことでおっしゃっていただきましたので、まあ、それについてちょっと書いていってるんですけれど、まあ、結局ですねそのまあ、これ書いたことなんですけど、地球がまあ温暖化してるっていうのは確かにそうなんですよね。でこの前、会議の時、熊本物産への会議の時に水のこの 上村会長がですね、そのやっぱり気候の変化、気候がかなりおかしいということをおっしゃっていて、やっぱり農業をねこう実際にされてる方ですので、やっぱこう肌でそういうことを感じるわけですよね、気候の変動っていうのを。ちょっとね音声が途切れてしまいましたので電話が入りまして、これ電話鳴らないようにできない、電話が鳴らないというか途切れないようにできればいいんですけれどもね、電話が鳴っても途切れない方法ってないのかなとまあ思ったりするんですけど、まあ、それはよくてですね、その、上村会長がおっしゃってた、まあ、気候がねちょっとおかしくなってるっていうのは、まあ、確かに本当にそうで、10月度の平均気温っていうのが通常よりもやっぱ3度から4度ぐらい高いっていうことなんですね。そういうデータが出たそうなんですけれども、まあ、これは異常気象というよりはもう狂っていますということをおっしゃってて、3度4度高くなったらやっぱりできる作物もできなくなりますし、まあ、今野菜が非常に値段が高いと高騰しているっていうのはその異常気象というか気候がおかしくなっている原因だと、それが一番の理由ですっていうことをおっしゃっていました。で、やっぱりこう気候変動を見てもやっぱり亜熱帯化しているというのか、日本という国もやっぱり肌でねこう地肌で感じるというのか、明らかにおかしいなっていうのを僕たちも感じるんですよね。今年は振り返ってみたら5月ぐらいからもう暑いなっていうことをねこう車の映像でも言ってて、クーラーかけてたぐらいですから、でこれ11月ですけれども、今日も昼間はね、ちょっとさすがになんかこう暖かくて、クーラーをちょっと入れたほどなんですよね。だからそう考えると明らかに温度は上昇してるんじゃないかなと、まあ、これがいわゆる地球温暖化ではあると思うんですけども、この地球温暖化の現象っていうのは確かに見逃すことができない現象じゃないかなって思うんですよね。でこれが、通常であればねやっぱりその環境の変化、二酸化炭素の増加ということで言われている、まあ、これが通常の常識なんですけども、でも本当はそうじゃないなと見ていくと、それの温室効果っていうのも当然ねゼロではないと思うんですよ。その温室効果っていうのもあると思うんですけども、でも主原因っていうのは違うんですよね、見ていくと全く別にあると。でそれは地球内部ではなくて地球外部の影響が大きいんじゃないかなっていうことをね指摘している方がいるわけです。でこれは実際そうだろうなと思うんですよね。で僕たちは今まで地球内部を必死にですね犯人を探してきてたわけです。地球内部に何か原因があるんじゃないかということでこの温暖化の原因を探ってきたわけなんですけども、地球外部っていうのも当然ながら影響はあるわけですよね。地球の外部がもし暖かい状態であれば当然ながら地球もそのお風呂にこうね例えば地球が浮かんでいると考えたら、そのお風呂の温度が高くなれば当然地球の温度も高くなるわけです。僕たちはお風呂に入ると温まりますよね、体が。
これは外部から温めているわけですよね。それによって体温が低い時でも体がねこう温まるわけです。でそれと同じで地球もですね、宇宙の海の中に浮かんでいる、まあ、浮かんでいるというか、まあ、回転して動いているわけですよね。でその地球の海が、もし温度が上昇するということであれば当然影響を受けるわけですよ。で実際他の太陽系の惑星を見ていくと、これはあの火星がね、例えば火星の極地の氷がですね 50% ぐらいもう溶けてるそうなんですね、2000年の時点で。そういう現象があったり、金星もですね、もともと高温みたいなんですけれども、その大気が、非常にこう高温になって大気がこう輝きを増しているような状況になっていたり、土星の衛星のタイタンっていう星が、あって、ここはですね大気が、ここも温度が上昇しているとか、いろんなこうデータがね、上がってきてて、全てやっぱ温暖化現象が起こっている、他の惑星でも起こっているっていうことが言われているんですね。データとしてやっぱ実際、捉えられているということは、これはですね地球だけの問題じゃない可能性があるっていうことですよ。地球だけが温暖化している、他の惑星はそうじゃないっていうことであれば地球の内部の原因が考えられるんですけれども、他の惑星も温暖化現象が見られるということは、他の惑星の内側で何か、人が住んでいてね、何か地球と同じように、二酸化炭素をどかどか出しているというわけでもないわけですよね、多分おそらく。でそういうふうに見ていくと、他の惑星が温暖化が起こっているということは、答えはもう一つしかないわけです。太陽系全体が温暖化しているっていうことになるわけですよね。で太陽系全体が温暖化しているということは、太陽系の中に何か原因があるっていうことになるわけです。でそうやって見ていくと、原因となるものというか原因となる真犯人は、そこに明らかにもう、分かってくるわけです。誰かって、まあ誰かじゃないですね、何が原因かっていうのが分かってくるわけです。でそれが、もうあの太陽系の中で一番大きな天体である太陽なんですよね。太陽が熱源となっているわけです。僕たちの地球にも降り注いでいるわけですよね。これが、太陽活動が活発化によって、太陽系が自体が、熱している状態、徐々に温度が上がっている状態になっているんだということなんですね。で実際に太陽活動の活発化っていうのはかなり前から言われていて、例えばその11年周期で黒点がね、増えて、そして太陽活動が活発化しているっていうことも言われてますし、まあ、それがだいたい2012年13年、あたりからあたりにピークになるっていうことが言われていたわけです。だから太陽活動っていうのは、今も活発化してきているっていうのはもう実際データとして言われているわけです。でその活発化と、地球温暖化、太陽系の温暖化っていうのは、まあ、イコールと見ていいわけですよね。そうやって見ていくとね、地球の内部というよりは地球外部に温暖化の原因が、あるんじゃないかっていうのも見ていく必要があるわけです。地球の中だけ見ていてはその原因の半分しか見てないんですよね。だから地球の外にも何か原因があるんじゃないかっていうふうに視点を広げると見えてくるものがあると。実際太陽系の惑星が温暖化現象を起こしているということは、地球もですね同じような原因で温暖化が起こっているっていう可能性があると。でそれを見ていくと太陽活動の活発化っていうのが一つ見えてくるわけです。でもちろん、地球の内部での、温室効果、二酸化炭素の排出とかいろいろあって、それが影響してるっていう可能性ももちろんあるんですけども、ただそれだけのね、総合的な地球全体から見たデータっていうのが出てないんですよね。証明されてないわけですよね。だからそれはまあ一部の局地的にそういう温室効果っていうのはあるかもしれないんですけども、地球全体から見たら、それが本当に起こってるか、地球の中だけで温室効果が起こってるかっていうと証明はできないわけですよ。ただ実際に地球にこう、負荷をかけない生活、環境問題っていうのはやっぱり考えていく必要があると思うし、できるだけ地球に負担をかけない、生活スタイルっていうのはね、もちろん探求していく必要があると思うんですよね。だから環境問題に対して一生懸命されている方がね、
まあ、太陽が原因だと、二酸化炭素は原因でないなどというと、まあ、こう起こる方というか、そんなのは、ね、ありえないっていうふうに多分否定される方も多いと思うんですね。でもやっぱりこうフラットな視点で、俯瞰的に見ていく必要があると思うんですね。地球の中だけが本当に原因かと、それを、まあ、これは一つの説なので自分自身でね、もしこう疑問を持たれたら調べていただきたいんですよね。そうするといろんなデータが出てきますから、太陽っていうのは本当にですね、灼熱のねガス天体かっていう疑問にも行き渡ると思いますし、まあ、実際はその太陽っていうのはガス天体ではないっていう可能性もね、あると。そして、核融合炉ではないと、じゃあ何かっていうとプラズマの、惑星だと、プラズマが、こう飛び交っている惑星であるっていうことも分かってくるわけです。だから今までの常識っていうのを一度、脇に置いてですね、でいろんな視点から広い視点で見ていく必要があるのかなと。これは別にこの、地球温暖化の原因についてだけじゃなくて、いろんな面から、いろんなことについても、そういうふうにフラットな目でもう一度常識っていうのがね、本当に正しいのかっていうことを見ていく必要があるのかなっていうふうに思うんですよね。まあそういうことでね、まあ、僕自身は常識が必ずしも正しいとは思っていないんですよね。むしろ常識の方が間違っていることの方が結構あるなと実際見ていくと思うんですよね。進化論にしてもそうですし、日本ではね、進化論っていうのは当たり前のように、まあ、言われてますけど、本当に猿から人間になったのかとか、人間の先祖をたどっていくと、三葉虫に行き着くのかね、まあ、それって本当なのかなと、三葉虫が人間に進化するのかなとか思うんですよね。まあ、そういうことも含めて常識っていうのをですね、見直していく必要があるんじゃないかなっていうことをね、僕自身は思っています。ということで長くなりましたけれども、今回はね以上になります。ありがとうございます。